ただいま。おかえりなさい。お疲れ様。疲れた。よいしょ。なんでこれレクター取れないんだこれ。どうしたの？誰が結んだんだこれ。ちょっとどういうこと？誰に結んでもらったの？いやいや誰もねえよ、別に自分でやったんだけど。本当？何このネクタイは。あなた朝自分で結んでったでしょ？だけどな。はい。今日なんか変わったことなかったか？もう全然。え？主婦なんて毎日同じよ。そうか。うん。はい。よいしょ。はあ、疲れた今日は。お疲れ様。なんだか知らねえけどな。うん。はあ、お腹すいたでしょ。ああ腹減ってる。すぐ飯しないとな。よいしょ。ちょっとあなた大丈夫？何がよ。よろよろしてん。なんか自分家で今着替えてるのなんか変だよな。変な感じがするんだよ。自分家じゃないような気がする。なんかあれお隣さんのあの車買い方だってな。あれそうなの、しかも新車ですって。なあ金あるんだな。分かってるんでしょ。なあ、うちも新しい車欲しいな。うち車って俺免許持ってないし、お前免許持ってないじゃないか。誰が運転すんだよ。運転手。運転手雇う金なんかないだろお前。何言ってんだお前。やっぱダメか。当たり前だ。新車欲しいな。よし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 、食べようかな。食べな、たたんじゃうから先食べてて。はい、じゃあいただきます。はい、どうぞ。うん、うん、うまい。うん、うん、おいん、ま、毛が入ってんぞお前。毛が悪いこんな長いの。あっそ、あっそじゃねえよお前。おかずの中毛が入ってんだよ。毎日ご飯の支度してるんだから髪の毛が入ることだってあるの。もう髪の毛ぐらいでグズグズ言わないの。あら、あなた、あ、髪の毛出てきたわ。あ、そう。あ、そうじゃないわよ、髪の毛出てきたのよ。毛は抜けるだろうよ、女もな。あなたの毛じゃないでしょ。それはな、毎日な、毎日電車乗ってればな、あの毛が つくだろう、だって。ん、毛ぐらいでグズグズじゃないよ、お前って。おい、なーに、これ、ベニ釣れてる、ベニが、これ。あ、そう。あ、そうじゃねえだろ、お前。ちゃんと洗っときゃいいじゃないか、俺。毎日洗い物してるんだから口紅だって洗い残すことあるでしょ。なんかやってよ、もう。もう、口紅ぐらいでぐとぐと言わないの。はい。うん。あら。あなた、ん、口紅ついてるわよ。あ、そう。あ、そうじゃないわよ。口紅がついてるのよ、シャツに。毎日な、毎日じゃ言われたらな、口紅ぐらいつくだろうよ。口紅ぐらいグズグズじゃねえよ。なにこれ。うら、うら。なに。おい、お前、おしっこの中にゴキブリ入ってんぞお前。あ、そう。あ、そうじゃねえだろお前。ゴキブリ入ってんぞお前。あのね、毎日毎日お料理してるの、ゴキブリが入ることだってあるの。わけねえだろお前。もうゴキブリぐらいでグズグズ言わないの。何だよこれもう。なんだろう、まったくもう。ああ、うん、もうこんな平気でいられる中にゴキブリ入ってんのにな。女がいるわよ。あ、そう。あ、そうじゃないわよ、タンスの中に女がいるのよ。毎日仕事やってんだよ。タンスの中に女ぐらい入るだろバカ野郎。
けないでしょ。